皆様こんばんは。こんばんは。今晩も AWS ブラックベルトオンラインセミナーの時間がやってまいりました。本日は Amazon コネクトのアップデートにつきまして、ソリューションアーキテクトの木村と、私同じくソリューションアーキテクトの深森からお送りをさせていただきます。皆様大変お待たせしました。先日12月11日ですね、東京リージョンに Amazon コネクトがローンチいたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、本当嬉しいですね。嬉しい。日本のお客さんからもう1年以上ですね、こう、まだかと。シドニーは分かったけど、早く東京にっていうことを ずっと言われ続けて、ようやく先日ですね、オープンして。ローンチできました。結構、もうすでに多くのお客さんに使っていただいているということで、非常にありがたいと思ってます。はい。本日はですね、この Amazon コネクトのローンチを受けまして、緊急でブラックベルトを開催させていただいております。簡単に自己紹介をさせてください。私は深森博秀と申します。Amazon Web Service Japan でソリューションアーキテクトをさせていただいております。前職では通信事業者で国際通信網の構築や運用に携わっておりました。好きな AWS サービスは Amazon コネクトとAWS ダイレクトコネクトと、やはり通信事業者にいたので、つなぐコネクトのサービスが好きなサービスになっております。はい、あと私、木村と申します。あと私もですね、ソリューションアーキテクトで、前職は SIR の方で、インフラ系のお仕事をしてました。で現状はですね、金融系、特に保険系のお客様の、まあ、クラウド移行というところでですね、お手伝いをさせていただいてます。好きなサービスはですね、もちろん Amazon Connect なんですが、あと、この発表されたグランドステーションはちょっと興味があります。これはなかなか新しいサービスじゃないかなと思っています。はい。はい。AWS ブラックベルトオンラインセミナーなんですけども、こちらサービス別、ソリューション別、業種別のそれぞれのテーマに分かれて、Amazon Web Service Japan 株式会社が主催するオンラインセミナーシリーズとなっております。皆様の方から質問を投げていただくことができます。この吹き出しにハテナマークのこのアイコンをクリックすると、質問を入力できるようになっています。で入力してからセンドボタンをクリックすると、我々の方に質問が飛んでくるという仕組みになっています。で書き込まれたご質問は、主催者の方にしか見えないようになっておりますので、ご安心ください。なお、今後のロードマップに関するご質問は、お答えができませんのでご了承ください。Twitter のハッシュタグですけども、こちらの AWS ブラックベルト、こちらのハッシュタグでツイートをお願いいたします。また、本動画及び資料は、後日サイトの方へアップいたします。内容についての注意点です。本資料では、2018年12月14日時点のサービス内容及び価格についてご説明をしています。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトの方でご確認をお願いいたします。アジェンダです。まずはじめに Amazon Connect の概要についておさらいをさせていただきます。引き続きまして最近のアップデート、いくつかの Connect の新機能についてご説明をしていきます。そして次にですね、ライブデモにチャレンジいたします。こちらではですね、ベーシックなコンタクトセンターのフローと、あとコネクトから自動でカスタマーの方にアウトバウンドコールをかける機能、こちらのライブデモをお見せしたいと思います。こちらライブでの実行になりますので、ちょっと私の昨日リハーサルしたんですけども、私の不手際の方で若干予定よりも時間がかかる可能性がございます。で予定されている放映時間過ぎてしまう可能性が少しあるので、その時はですね、お忙しい方は後日動画の方を超過した分だけご覧いただければと思います。でその次にですね、東京リージョンでのコネクトということで、東京リージョンでの固有の情報、東京リージョンでできることが若干他のリージョンと違うことがありますので、ご説明をしたいと思います。そしてよくある質問と最後にまとめという流れでお送りしていきます。Amazon Connect の概要を言ってみます。Amazon Connect なんですけども、コンタクトセンターに必要なソリューションをオールインワンで提供するようなサービスになっております。こちらの絵にあります通り、コンタクトセンターに電話するお客様が、いて、そして右側にそれを受ける、
コンタクトセンターのオペレーター様がいて、その両者をつなぐのが Amazon コネクトになっています。その中にはですね、電話回線や通話録音といった基本的な機能に加えまして、 IVR、 インタラクティブボイスレスポンスですね、自動音声応答の機能や、ACD、 オートマティックコールディストリビューター、これはかかってきた電話を適切なスキルを持ったオペレーターに分配する機能です。そして CTI、これはオペレーターが使うソフトフォンの機能ですね。そしてダッシュボード、これはコンタクトセンターの稼働状況や、通話状況を、マネージャーさんがモニタリングするためのもの、こういった機能を Amazon コネクトの中に含んでおります。そしてですね、CRM やワークフローマネジメント、イシュー管理などのソフトウェアや、パートナーソリューション、例えば音声認識などのソリューションと、外部連携することができるようになっております。ライセンスや PBX などの機器は不要で、回線費用込みの重量料金でお使いいただけるサービスになっております。ポイントはですね、この電話回線も含めて Amazon Connect が AWS 側が提供するということと、あとは通話録音の機能を含んでるってところですね。この通話録音の機能が含まれていて、これは後から詳しくご紹介しますけども、これが S3 に出るんですが、これがですね、すごくお客さんから喜ばれている点になっています。こういった作りになってますので、これまで数ヶ月かかっていた構築を、簡単なコールフローであればわずか数分で完了することができるようになっております。そして簡単な数ステップでのセルフサービスのセットアップで構築ができます。そして運用もセルフサービスで実現することができます。具体的にはですね、こちらの次のページに、ご覧いただいてますような、ビジュアルなエディターで、さまざまな機能を持ったブロックをコネクターでつないでいくことで、コールフローを作っていくことになります。コールフロー、コンタクトフローとかっていうふうに申し上げているものはですね、ユーザー様が電話をしてきたときに、音声でガイダンスを流したり、適切なオペレーターに、ルーティングしたり、そういった流れを、一連の流れを定義する、設定するものを、コンタクトフローと呼んでますけども、こちらの例にある、ものでは、プロンプトの再生のところで、例えばお電話ありがとうございます。Amazon Web Service Japan です。というふうに発話させて、その次に、AWS に関する技術的なお問い合わせは1を、料金や一般的なお問い合わせは2を押してくださいというふうに、ガイダンスを流して、1を押したお客様は、エンジニアの Q へ転送されてエンジニアが出ると。そして2を押したお客様は営業の Q へ転送されて営業がその電話をピックアップすると。こういったコンタクトフローをコーディングスキルのない方でもセルフサービスで構築することができるようになっております。そしてこのコネクトのコンタクトフローなんですけども、コンタクトフローの中でラムダ、AWS のラムダですけれども、こちらサーバーレスでコードを実行できるサービスになっております。これを呼ぶことができますので、このラムダから様々な外部サービスと接続することによって、コネクトを顧客データベースやビジネスインテリジェンスや CRM と簡単に外部連携させることができるようになっています。これを使うとですね、具体的には次のページにあります、こちらのページにあります通り、これフライト予約のコンタクトフローなんですけども、電話をかけてきたお客様の発信者電話番号、発信者番号を CRM の中から自動的に検索をして、でそのお客様は例えば山田様であって、本日ですね、この電話をかけてくる前にフライトをキャンセルしたという情報をオペレーターが知った上で、お客様と対話を始めることができると、そういったことが簡単にできます。でこのようにダイナミックなコンタクトフローを作ったり、個人を特定した応答を、コンタクトフローを、適用させたり、することができるようになっています。そしてですね、右側の、下の方にあります通り、 AI 技術、具体的にはテキストトゥースピーチのポリーやアレクサと同じ技術を使った Amazon Lexチャットボットのサービスですね、こちらと融合することも可能になっております。そうですね、ポリーテキストトゥースピーチは日本語に対応してますけども、レックスはまだ残念ながら英語、日本語には対応してないというところですね。でこのフロー自体も、英語であれば
例えば自動的に DEX で全てを行うようなことも実は技術的にはできます。はい、ソフトフォンですね。ソフトフォンのことを、コネクトの中ではコンタクトコントロールパネルと、呼んだりしますけども、オペレーター様はこのソフトフォンを使って、お客様と通話すると会話することになります。このコンタクトコントロールパネルですけども、CRM と、連携することができます。で、次に具体的な例があるんですけども、こちらセールスフォースとですね、この CCP コンタクトコントロールパネルを連携する例なんですけども、セールスフォースサービスクラウド用の Amazon コネクタ、CTI アダプタというものを使うと、この通りですね、セールスフォースの画面の中にこのソフトフォンを、ポップアップさせる、で、インテグレートさせることができるようになっております。で、こちらの、CTI アダプタですけども、セールスフォースのアップエクスチェンジから無料で、ご利用可能になっております。そしてですね、コネクトはオープンプラットフォームで、容易なデータ連携ができるようになっております。でこちらの、絵にあります通り、通話録音、コネクトの通話録音を S3 に蓄積したり、あるいは通話のメトリックスデータを、データウェアハウスのサービスである Redshift に蓄積して、そこでビッグデータの解析をしたり、あるいはエージェントデータを、ワークフォースマネジメントと連携させると、言ったことが可能になっております。既存のですね、コンタクトセンターのソリューションだと、この通話録音の録音データ自体がこう容量制限があったりとか、ためられるが決まってたりして、まあ、それで結構苦労されてるお客様とか実はいたんですよ、深森さん。はい。で、それが Amazon コネクトだと S3 に溜まっていくので、まあ、ほぼ無制限に使えるというところが、まあ、非常に特徴じゃないかなと思います。しかもすごく格納しておくのも安いですね。はい。こういったことを活用するとですね、例えば、このようにコンタクトログを JSON データでアウトプットして、それをデータウェアハウスのレッドシフトにインプットして、そこで分析をすると。で、分析した結果を BI ツールのクイックサイトで可視化するということもできますし、またその同じコンタクト、コールをですね、の通話録音を音声データにして、音声データを、これも AWS のサービスでトランスクライブという自動音声認識のサービスありますけども、それを使ってテキストデータに変換して、そしてさらにこれも AWS のコンプリヘンドという、ポジネガ分析、感情分析、あるいはトピック抽出をするためのサービスあるんですけども、ここから、トピックや、感情を抽出して、データウェアハウスのレッドシフトに、インプットすると。でさらに、こういったことをして顧客の感情を分析して対応品質の向上を実現させるようなことが可能になっております。これもまだトランスクライブとコンプリヘンドはまだ残念ながら日本語には対応していないように、まあ、例えば英語だとこういうことができますという例になっています。でこちらに今ご覧になっている通りですね、たくさんのサードパーティーの豊富な連携ツールがございます。で今後もですね、さまざまなツールが対応予定となっております。引き続きまして最近のアップデート情報をご説明します。ユーザー認証として SAML 2.0 が一般利用可能になっております。これを使うとですね、例えばオンプレミスでお使いのマイクロソフトの ADFS など SAML 2.0 に準拠した ID プロバイダーと連携をすることができます。そして ADFS などによってログインなどのポリシーが追加で定義できるようになっております。コネクトが提供されているすべての AWS リージョンで利用が可能です。こちらコネクトコンタクトフローループングですけども、問い合わせフローにこのループの機能が導入されました。これが導入される前はですね、処理を指定した回数で同じ処理を複数回繰り返すときには若干手間がかかる作り込みが必要だったんですけども、このルーピングの機能を使うと非常に簡単に実装できるようになっております。具体的な利用の例としましては、お客様からアカウント番号を入力していただくようなステップの繰り返しとか、アナウンスの繰り返しなどに使用が可能となっております。そして、新規 Q メトリクスの API ですね。こちら Q のリアルタイムメトリクス、あるいは24時間以内に蓄積されているヒストリカルメトリクスをAPI でアクセスできるようになっております。これあれですね。
すごく短い間隔で、この今の街コンの情報とかを見たいとかいうときに、この API を使ってダッシュボードを作ってもらうといいかなと思っています。そしてラムダ関数の実行許可をマネジメントコンソールからできるようになりました。以前はですね、コネクトからラムダ関数をコール、実行するときには、コネクトインスタンスに対して AWS CLI から許可を与える必要があって、若干手間がかかっておりました。現在はラムダ関数実行の許可をこういうようにですね、マネジメントコンソールで GUI で実施可能になっております。はい。ではですね、ここからですね、ライブデモということで、デモをお見せしていきたいと思います。まず最初にはですね、ベーシックなコンタクトということで、基本的な、コンタクトセンターを作っていくところを見ていただきたいなと思っています。はい。例としてですね、家電製品をサポートするコールセンターを作ってみます。ここはですね、家電製品といっても、掃除機とカメラの2つの製品のサポートを行っているコンタクトセンターです。そしてですね、この2つの製品をサポートしているので、どちらの窓口に振り分けるかっていうのをお客さんに選んでもらって、プッシュ飛んでですね、一度に選んでもらって、そしてそれぞれを担当するユーザー、オペレーターですね、に対して電話を振り分けていくというところを作っていきたいと思います。で、ここにですね、下の方に書いてある図で、赤枠で囲っている部分ですね、電話番号、コールフロー、キュー、ルーティングプロファイル、ユーザーと枠があるんですけども、これをですね、一つ一つ今から作っていくところを見ていただきたいと思います。まずですね、最初に肝心の Amazon Connect のインスタンスっていうのを作るので、これをですね、東京リージョンで作っていくところからやっていきます。はい。じゃあ、こちらですね、マネジメントコンソールから作っていきます。はい、お願いします。で、まずインスタンスを追加するというところを選んで、作っていきます。ここですね、ウィザード形式になっていて、まず、このですね、コンタクトセンターの管理する URL をつけます。はい。そして、次、押すと、ここで管理者、このコンタクトセンターの管理者を作っていくんですけども、これはですね、IAM のユーザーで、マネジメントコンソールからログインできるので、ここをスキップしちゃいます。はい。で、ここはですね、着信と発信のサポートなんですけども、今回両方にして、次行きます。はい。そしてここで、通話録音とレポートを保存する先の S3 のバケットを選ぶんですけども、ここもデフォルトで、作成する形にしましょう。はい。これで、あとは作成の確認が出たので、ここでインスタンスの作成と押すと、これでインスタンスができます。Amazon Connect の、コンタクトセンターを今、こう、後ろで作ってるわけですね。はい。これちょっとお時間かかるので、今、作成済みのものをですね、3分間クッキング形式で、いきたいと思います。はい。作っておいたものを使います。はい。出るでしょうか。はい。そうですね。これ作っておいたもので、ここでですね、管理者としてログインっていうボタンをクリックすると、ここで Amazon Connect インスタンスの中にログインをします。はい。ここでですね、設定を1からしていく形になります。これ今、日本語で表示されているんですけども、もしかすると最初英語かもしれないです。英語の場合はこの日本語と選んで、日本語のメニューに切り替えてください。はい。そこで、画面を1回戻してもらいます。ここで電話番号の取得ですね。次に行きたいと思います。まずはインスタンスを作ったので、このインスタンスに電話番号を紐付けていきます。はい。ですね。ここでですね、メニューの中に電話番号というのがあるので、これを選んで電話番号をつけていきます。はい。ここで電話番号を取得というのを押すと、電話番号の取得のメニューが出てきますね。で、ここで今2つあって、料金無料電話と、通話ですね、と DID 直通ダイヤル2つ選べるようになっていて、料金無料ダイヤルっていわゆるトールフリーとかフリーダイヤルって言われる番号ですね。ここで下の方でプルダウンで国を選んでもらいます。日本を選ぶと日本の番号ですね。ここで前に81っていうのがついてるんですけども、その後ろに120となってるのが0120の番号です。そしてその後800って始まってるのが0800の番号ですね。はい。で、ここで、0120から0800を選んでもらって割り当てることもできます。そしてですね、DID の方をちょっと見せてください。こちらですね。こちらにも050の番号ですね、が選べるようになってます。ここで、今回、
せっかく東京リージョンなんで、0120の番号をちょっと選んで、取得しましょう。ここで1個、好きな0120の番号を選んで、そして下にですね、保存ってあるので、保存をします。はい。これでですね、この Amazon Connect インスタンスに電話番号が紐づいたということです。なります。はい。まあ、すごく簡単に電話番号が取得できたと。そうですね。はい。じゃあ画面に戻ってもらって、今ですね、電話番号をつけました。で、次にですね、Q。電話番号の次に Q ですね。というのを作っていきます。これ Q って何っていう話なんですけども、業務は今回、掃除機とカメラって2つの業務でコールを取っていくので、そういうのですね、順番待ちをするための場所を作っていきます。これ、ですね、別の考え方とか用語だとスキルという言い方をしたりします。はい。この業務を作っていきます。はい。ここでですね、Q を選んで Q を作っていきます。ここで、まずは、はい、新しい Q の追加で、選んでいきましょう。ここでまずカメラを作りましょうか。はい。カメラの Q を作ります。そこでオペレーション時間というのを指定をしなければいけないんですけど、これ何かっていうと、この業務の営業時間を指定することができます。まあ、デフォルトでベーシックアワーズというのが設定されていて、これはもう24時間365日の業務という設定です。まあ、それを今していきましょう。はい。それで新しい Q の追加と。いう形でキーを保存します。はい。はい、できましたね。もう一つですね。掃除機の方、クリーナーっていうキーを作っていきましょう。はい、ここも同じく選んでいきます。はい。あとはデフォルトでいきましょう。はい。これでカメラとクリーナーっていう2つのキーができて、まあ、業務、2つの業務を受けられるようになりました。はい。そこで、画面に戻ってもらって、今、Q を作ったので、この後ろにあるルーティングプロファイルっていうのを作っていきます。これ何かというと、実際に電話を取る、応対するユーザー、オペレーター、もしくはエージェントっていう方もしますけども、その人たちが入るグループですね、を設定します。Amazon Connect ではこのルーティングプロファイルってグループに対して様々なこの Q ですとか、業務に対する設定をしていきます。はい。まず、ルーティングプロファイル作っていきましょう。はい。ルーティングプロファイルを選択して、はい。それで作っていきます。はい。まずは、じゃあカメラから。ここも名前はもうカメラにしちゃいましょう。はい。そこで、ここでルーティングプロファイルというものに対して Q を割り当てていきます。今はカメラのルーティングプロファイルなんでカメラを割り当てます。はい。で、ここでですね、例えば2つの Q を1つのルーティングプロファイルに割り当てることも実はできて、そうすると、マルチスキルという形のエージェントをここに入れると、まあ、複数の業務を担当するようなエージェントを作ることもできます。はい。そして下にですね、デフォルトのアウトバウンド Q っていうので、発信するときですね、Amazon Connect から発信するときの Q を設定します。これも同じくカメラにしましょう。はい。そこで、追加と選ぶと作成ができます。はい。で、もう一つ、掃除機のクリーナーっていうルーティングファイルを作りましょう。はい。結構順調ですね。はい。で、ここもデフォルトのアウトバウンドキーをクリーナーで設定します。はい。ここで追加と押して、プロファイルを作ります。はい。で、画面に戻ってもらって、今、ルーティングプロファイルを作ったので、ここの中の肝心のユーザーを作ります。このユーザーはエージェントですね。電話を応対する人です。はい。じゃあ、ユーザー作りましょう。はい。ユーザーの管理から、ユーザーを作っていきます。はい。新しいユーザーの追加で、次へという形で、じゃあユーザーなので、カメラを受けるユーザーはユーザーカメラにしちゃいましょう。はい。で、必要なところを入力していきます。で、ここですね、パスワードが実は
基準がですね、結構厳しくて、8文字以上、大文字、小文字、数字っていう条件にデフォルトでなっています。はい。ですね。はい。で、パスワードを入れていきます。はい。そこで、このユーザーが紐づくユーザールーティングプロファイルを設定します。大丈夫ですか？大丈夫です。はいはい。ルーティングプロファイルですね。はい、ここを設定します。これカメラの受けるユーザーなんで、カメラのルーティングプロファイルを設定します。そしてもう一つ、セキュリティプロファイルっていうのがあります。これはこのユーザーに与える権限のセットになっていて、デフォルトで4つ設定されてまして、アドミンはこの Amazon Connect のインスタンスすべての管理者、全部、すべてできる管理者ですね。そしてエージェントというのは、電話の応対以外はできない人、権限がついてない人ですね。あとは、コールセンターマネージャーというのは、アドミンの人よりも少し権限が緩いんですけども、まあ、マネージャーとしてさまざまな行為ができる人、スーパーバイザーという言い方もしますね。そして、クオリティアナリストというのは、実際のエージェントさんとか応対した内容を聞いたりして、品質管理をするような方のための機能で、通話録音の記憶越しとかができる権限がついています。これ以外にですね、セキュリティプロファイルのメニューがあるので、そこから新しいセキュリティプロファイルを作って権限をセットを作ることができるようになっています。ここでは、この人は単なるエージェントなんで、エージェントを選択しましょう。はい。そこで、保存とします。で、注意なんですけども、ここでユーザーが作成できたように見えるんですけども、まだここではユーザーができてなくて、型の確認画面で、ここでユーザーの作成を押すと初めて作成されます。押してください。はい。で、これできました。で、もう一人つけましょう。はい。ですね。これでもう一人、クリーナーのユーザーを作っていきましょう。掃除機を受ける、の業務を受けるユーザーですね。はい。ですね。これも同じように入れていきます。はい。で、この人は掃除機の業務を取る人なので、クリーナーのルーティングプロファイル。そして、セキュリティプロファイルを同じくエージェントを設定します。はい。で、下ですね。はい、保存と押して、で、ユーザーの作成をクリックすると、ユーザーが作れます。はい。これでユーザーが2人作られました。はい。で、画面戻ってもらって、ユーザーが作られたので、これでいよいよですね、ようやくこのコールフロー、問い合わせフローを作ることができるので、これを作って、このキュートをつないでいきます。はい。で、コールフローを作りましょう。これフローはですね、問い合わせフローっていうメニューから作っていきます。はい。そこで、まあ、デフォルトでたくさん入ってるんですけども、今は新規で作っていきましょう。問い合わせフローの作成っていうのをクリックして作ります。はい。こんな画面ですね。先ほどちょっと画面ショットだけお見せしたんですが、こういう画面で、ここに対してドラッグアンドロップをしていく形で作っていきます。まあ、まず名前を付けましょうか。はい。で、このエントリーポイントってところから電話が入ってきて、そこに機能をつないでいきます。はい。まず、初期設定的なものをしていきたいので、まず、音声の設定をしましょうか。音声ですね。これ音声は自動応答で、ポリで自動読み上げをしたいので、その音声を設定します。デフォルト英語になっているので、これを日本語にしていきましょう。日本語はですね、匠と水木と、2人声が選べます。今回水木にしましょう。はい、女性の声ですね。そして、通話録音も取りたいので通話録音の設定もしましょう。はい、通話記録動作の設定ですね。そのブロックをこう置きましょうか。はい、でデフォルトは通話録音を取らない形になっているのでこれを取っていきます。このエージェントと お客さん側ですね、それぞれ別々に選択肢を取ることができます。はい。まあ、今回両方取りましょう。はい。そしてですね、あと、このコンタクトフローに流れてきた通話をの状況をですね、ログを取ることができます。これ、クラウドウォッチログスにログが出てくるんですけども、その設定をしましょう。はい。ログ記録動作の設定ですね。はい。このブロックを置くと、クラウドウォッチログスにログが出るようになります。はい。これ、デフォルトで有効化されてますね。はい、横ですね。はい。で、これをですね、じゃあ線をつないでいきましょうか。はい。お、はい、そうですね。はい、線をつないでいきます。はい。ここで、まあ、大体初期設定が終わったので、で、ここからですね、
お客さんに対して電話がかかってきたときに、まず自動応答メッセージをまず流しましょう。そのメッセージを流すのはですね、プロンプトの再生ってとこですね、にあります。これを使って音声を流します。これ開くと、まあ、いろいろ設定が出てくるんですけども、この1、今、デフォルトで選択されているものは、プロンプトライブラリより選択します。プロンプトの選択ってなってるんですけど、ここは、この Amazon Connect に既に登録されているウェブファイルが出てきます。ここにですね、ウェブファイルをアップロードしてもらうと、それを選択して、録音したものをですね、再生することが、まあ、できます。なので、プロの、アナウンサーの方とかに録音してもらって、ここで最初のアナウンスを読み上げるような使い方になるかなと思います。で、今回はですね、これをポリにやらせましょう。この下のですね、テキストの読み上げ機能ってところで、テキストを入力とところに読み上げるテキストを入力すると、これを読み上げます。今回はお電話ありがとうございます。こちらは AWS です。という形で読み上げます。で、これセーブとすると、ポリが自動的に呼び出されて、この音声が再生されます。そして、この後ですね、窓口、掃除機とカメラの窓口を作ったので、それを選択するメニューを作りましょう。これですね、顧客の入力を取得するっていうブロックを置きます。そこを開いてもらうと、まず、お客さんどっちを押していいかわからないので、それを読み上げてガイドしましょう。今回も同じくポリーからテキストの読み上げ機能を使って、ここにですね、入れていきましょう。掃除機だと1。カメラに関するお問い合わせは2。2を押してくださいと。言いましょう。これで1と2でメニューを振り分けていきます。この下にですね、まだセーブを貼ってください。下ですね。下行ってもらうと、この下に、まあ、DTMF と REX となります。今回は DTMF を選びますが、DTMF ってのはプッシュトンのことですね。そこでこの別条件の追加っていうのを押して、必要なものを入れていきます。今回1と2が入力されるので、半角で1と、あと2を入れます。それで保存すると、この今ブロックがちょっと変わったんですけども、このプレスド1、プレスド2っていう2つのものが出口として増えました。1押されたらプレスド1に行って、2押されるとプレスド2に行きます。そうですね。で、1を押したら掃除機なので、1の先、2の先にですね、それぞれ9を割り当てることになります。ですので、9を設定するブロックを置いていきます。ですね、この Q の設定ってところがちょっと Amazon Connect の特徴で、Q に転送するんではなくて、Q を設定してから転送するんですね。なので、ここにですね、Q の設定もう一個置きましょうか。で、上の方は、じゃあ1を押された時の掃除機、クリーナーですね。Q に転送するんで、その設定。そして下はですね、カメラと。ましょう。で、これつないでいきましょうか。1を押したらクリーナー、2を押したらカメラと。で、その手前もつなぎましょうか。そうですね。その上も切れてますね。OK です。で、これでつながりました。そしてこれを急に転送すると、実際に状態のマチコに入っていくんですけども、その手前にですね、一つブロックを置きたいと思います。顧客キューフローの設定っていうブロックがあるので、それを置きます。その後ろにですね、ちょっと見えるようにしてください。これ何かっていうと、このコールフローは、電話を受けてから最初にこのコールフローに電話が入ってきて、ここのブロックの通りに流れてきます。なのですが、この急に転送したとき、待ち状態ですね、になるときに、それ用の専用のコールフローに入ります。それを顧客急フローって言ってます。お客さん側で聞こえるフローなので、顧客急フローって言い方なんですけど、ここでですね、お客さんにお待たせするときのメッセージとか、あと音楽ですね、を設定します。で、ここですね、クリックしてもらうと、今、デフォルトでですね、設定されているものが2つあって、デフォルトカスタマーキューを今回選びたいと思います。これですね、デフォルトなので、実際は、
これを設定を入れなくても、このフローが流れるんですけども、これ結構お問い合わせをいただくことがあるんですけども、何かこう、フローを作ってみたんだけど、なんかよくわからない英語が流れてしまうっていうお問い合わせをいただいていて、これはですね、デフォルトでこのデフォルトカスタマーキーが選ばれて、そこにもフローが使われているからになってます。はい。で、今回明示的に選びましょうと。で、それでつなぎましょうか。はい。ですね、つないでいきましょう。はい。で、これをですね、最後、急に転送すると、急に転送されます。はい。では、急に転送のブロックを置いてください。下ですかね。はい。一番下ですね。はい。そこにある、はい、急へ転送というのを置きます。はい。で、もうちょっとスクロールして、で、成功だったらそこをつなぐということですね。で、ここで、この急へ転送っていう中に容量とエラーってあるんですけども、この容量っていう、まあ、何かっていうと、急はですね、順番待ちをここでお客さんに電話をし待ってもらうわけですね。その数をですね、制限する設定ができます。例えば10人待ってたら、もう11人目は受け付けないとか、いうときにこの容量っていう方に流れてきます。まあデフォルトだと無制限になっているので、ここに入ってくることはないんですけども、実際のコンタクトセンターではすごく混んでるときに、これ以上電話受けても、お待たせしてももう全然、処理できないので、お詫びのメッセージを入れて、例えば、ただいま混み合っておりますので、後ほど電話くださいという方で電話切るとか、いうことがここで可能になります。はい、ここでですね、この後は、エラーとかの処理がいくつか入って、エラー処理ができるようになってるんですけども、今回はサンプルなので、エラーはすべてこう電話を切っちゃいましょう。で、こう接続ハングアップってブロックを置いて、エラーをつないでいきます。容量も下げましょうか。はい。急へ転送の容量とエラーと、あと、各項目のエラーですね。まあ、異常な状況になったときに、振るところですね。をつないでいきます。はい。で、顧客の入力を取得するブロックにちょっと左の方ですね。左上の方に戻ってもらっていいですか。はい。そうですね。で、ここで、あと、残ってつながなきゃいけないものがあと2つあります。これ、Amazon Connect 全部のこの、線をつながないとエラーになって、利用できないんですけども、このデフォルトっていうのは何かっていうと、今1と2を入力するフローになっているんですけど、3とか4をしたときに、行く先がないので、このデフォルトって方に入ってきます。で、あとタイムアウトは、デフォルトで5秒待つんですけど、入力をですね。それを以上経つと、このタイムアウトに行きます。この時にですね、これもう一回ループさせましょう。なので、ここをループ、先ほど、新機能でご紹介したループですね。これを置いて、ここにですね、つないでいくと、ここで、指定した回数、ループされます。はい。ですね、つなぎましょうか。はい。デフォルトとタイムアウトのループをつないでいきます。これ3、今、デフォルトで3回になっていますね。3回まではここ回る感じです。なので、3回以内の場合だったら、このループって方に出てくるので、これを1回、この顧客を入力を取得するに戻します。4回目はもう諦めて、じゃあ電話切りましょうと。いう形にすると、これでリトライ処理がですね、まあ、できるという形になります。はい。これで、ようやくフローが、操作フローが完了しました。はい。これで保存ですね。保存なんですが、保存と保存して発行って2つあって、保存して発行を選んでください。これ選ばないと、実際に利用可能なフローにならないです。保存のただの一時的な保存になりますね。はい。で、これで、コールフローが完了しました。じゃあ、画面に戻ってもらって、ですね。いいですか？はい。じゃあ、一回スライドの方でですね、今のところ復習したいと思うんですけども、はい。これですね、今、コントロールフローを作りました。で次にですね、これ今まで全てできたんですけども、ここでコールフローと電話番号を紐付けるとようやく完成です。今まで作ってきたものですね。電話番号、コールフロー、Q、ルーティングプロファイル、ユーザー、全てをこうつなぐということになります。ここで画面戻ってもらって実際作っていきましょう。はい。ですね。はい。で、ここで電話番号の画面を開いて、電話を、番号をつないでいきます。はい。ここで、はい。
コールフローとして今作ったものを選択すると、この電話番号にリンクされています。はい。OK ですね。はい。これでですね、リンクされたので、これでもう完了しました。これ設定すべて完了です。はい、ではちょっとですね、画面戻ってもらって、じゃここでデモとして今できたところに電話してみます。はい。お電話ありがとうございます。こちらは AWS です。同時期に関するお問い合わせは1を、カメラに関するお問い合わせは2を押してください。って流れましたね。はい。ここで待ってるとタイムアウトする。同時期に関するお問い合わせは1を、カメラに関するお問い合わせは2を押してください。この形でタイムアウトでまあループを今してるわけですね。はい。ここでじゃあ次にこう。同時期に関するお問い合わせは1を、カメラに関するお問い合わせは2を押してください。これ1を押しますね。Thank you for calling. You are call is very important to us and we will answer in the order it was received. これが流れるんで、これ何ですかって聞かれるやつなんですけども、これは、一回切りますね。これはですね、顧客給付ローの設定ができてないからなんですね。なんでこれをですね、今からやっていきましょう。はい、戻ってもらってですね。はい。ですかね。画面の方ですね。はい。フローの顧客給付ローですね。問い合わせフローの中の、今設定したのはデフォルトカスタマーキーですね。なので、これを設定していきます。で、これの中を見ると、今の原因がわかるんですけども、ここに急に入ったとき、お待たせのメッセージを流したときにここに入っていきます。そこでこのプロンプトのループってところを見てもらうと、ここでぐるぐると、待ってる人の電話が回ってるんですけども、ここに実はこの今、Thank you for calling ってのが入っていて、これを英語で読むとネイティブに読むんですけども、今、水木が日本語で読むので、日本人が読んだみたいな、が流れちゃいます。これ結構聞いた、これ試された方で聞いた方結構いると思うんですけども、ここをですね、じゃあ日本語に変えましょう。で、これオペレーターにおつなぎします。しばらくお待ちください。はい。っていうのを変えます。はい。ですね、そこで後ろの音楽をですね、例えば違う音楽にですね、変えたりすることができます。ここもアップロードしてもらったものが使えます。はい、ここでセーブとしましょうか。はい。はい、そこでこれも同じく、まあ、保存して発行と。はい。することで、保存されます。じゃあこれでですね、これもう一回かけてみましょう。お電話ありがとうございます。こちらは AWS です。同時期に関するお問い合わせは1を、カメラに関するお問い合わせは2を押してください。じゃあ1を押します。オペレーターにおつなぎします。しばらくお待ちください。まあ、という形でお待たせするという状況になります。これ今誰もこのユーザーがいないので、この状態になってるわけですね。お待たせする状態になってます。じゃあ、ここで、実際にユーザーエージェントでログインをしていきます。はい。画面の方戻せますかね。はい。じゃあ、ログインしましょうか。はい。はい、はい、ここでログイン今しましたと。はい。ここでログインすると、今、デフォルトの状態はオフラインの状態なので、このエージェントさんのステータスはオフライン。電話を受け付けられない状態ですね。じゃあ、電話が、準備が完了して、ヘッドセットをつけて、電話を取る準備ができたら、このアベラブルってのを押します。はい、そうすると、待ってる方の電話がここに着信をしていきますね。受信にしましょう。はい。ということで、電話がつながります。はい。これで、こう、応答して、実際のオペレーションをしていくわけですね。はい。で、電話が終わりました。応対が終わりました。そして、お客さんが電話を切ります。そうすると、このアフターコールワークって状態に自動的に切り替わります。これ何かって言いますと、オペレーターさんとこうやり取りをして、お客さんの内容をこうログを取ったりですとか、問い合わせの動きを書いたりですとか、何かこの後に注文を受けたその注文の処理をするとか。まあ、そういったものを総称して、アフターコールワークと言ってるんですけども、その後処理をして、そして、ここでそれが終わった後に、もう一回このアベイラブルのボタンを押すと、次の電話が
受け合えるようになると、まあ、そういった形でこうコンタクトセンターを、まあ、回していくということができるようになっています。はい、これで一通りですね、コンタクトセンターを作るところから実際に電話をかけるところまでやらせてもらったんですけど、これ大体ですね、今かなりゆっくりとですね説明しながらやってですね、30分ぐらいでできました。30分でゼロの状態から電話番号をつけて、そして電話を受けて受け付けるコンタクトセンターができたんですよ。岡村さんどう思うんですか？非常に簡単で、はい、もう素晴らしいと思うんですけども、私も何度もですね、トレーニングでコネクトのハンズオンをやらせていただいてますけども、私も初めて触った時に感動しましたし、たくさんのお客様からもですね、ハンズオンの時に本当に簡単に、こんなに短時間でコールフローができるというふうに感動の声をいただいております。はい、本当ですね、本当そうで、これがすごい Amazon コネクトの価値なんじゃないかなと思ってます。はい、慣れてくると本当5分ぐらいでできます。で次にですね、画面戻ってもらって2番目のデモのご紹介をします。2番目はですね、アウトバウンドのデモをしてます。アウトバウンドコンタクトって言いますけども、Amazon Connect はですね、API を使って電話を自動的に Amazon Connect から発信する機能があります。これを使ったデモを見ていただきます。概要はですね、この図の通りでして、Amazon Connect から API を使ってお客さんに電話をします。指定した番号にですね、電話します。でこれですね、API も使いますけども、AWS CLI も使いますので、今回は AWS CLI を使ってやってきます。でこれですね、お客さんに電話かけると、電話がつながると、自動的にですね、指定したコンタクトフローに電話がつながります。でその後は、そのフローの中でやりたいことをやっていく形なんですけども、今回は読み上げたいテキストっていうのを事前に指定して、それを読み上げるというデモをします。で、これですね、どうやって呼び出していくかっていうと、まあ、CLI の例なんですけども、AWS Connect Start Outbound Voice Contact っていう形のこの API 呼び出しをして、それに対してですね、引数としてリージョン、あとは点数、発信先、まあ、かける先ですね。かける先の電話番号を指定する。そして、つながった後に接続するコンタクトフローの ID。そして、Amazon Connect のインスタンス ID。そして、電話を発信するときに使う、発信元の電話番号を指定しています。まあ、これで電話かかるんですけども、そこにこのアトリビュート2っていうのを渡して、任意の変数を渡すことで、処理をですね、コンタクトフロー側で変えたり、いう内容を変えたりすることができます。今回はここにメッセージという変数にこのアウトバウンドコールのテストに成功しました。おめでとうございますという内容を入れておきます。これを呼び出します。はい。で、これですね、戻ってもらって、コンソールの方に戻ってもらって、でここを見ていただきます。これも実際に作っておきました。このですね、電話がつながると、このフローに入ってきます。そして、ここも同じくですね、音声の設定ということで、まあ、水木の声を設定して、そしてその後、プロンプトの再生を、で、メッセージを流していきます。ここちょっと拡大してもらってもいいですかね。はい。ここで、伝言です。ダラードットアトリビューツメッセージっていうところになってるんですけども、ここでですね、CLI から設定した、変数をここで参照して、この値がここに入るので、まあ、それを読み上げるということが実現できます。はい。ではですね、実際にこれを動かしてみましょう。はい。まあ、コマンドラインの方で、見えますかね。まあ、こういう形でコマンドを打ってきます。はい。これを実行をすると、まあ、実際に指定した電話番号に電話がかかって、まあ、そして読み上げると。伝言です。アウトバウンドコールのテストに成功しました。おめでとうございます。はい。ということで、あんまり何してるか分からなかったかと思うんですけども、これ今電話を、深森さんの電話番号に電話をして、そして今の内容を読み上げたという内容になります。はい。で、これですね、まあ、非常に応用範囲も広いんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあちょっと画面に戻ってもらって CLI の内容をおさらいしますと、まあ、このですね、一番下にある緑の下線の部分を今読み上げた。ですね、こういうことが変数を使ってできます。でこの中でですね、インスタンス ID とコンタクトフロー ID というのを指定しないといけないんですけども、これはですね、取り方を資料に入れておきましたので、後ほど確認いただければなと思います。ちょっとテクニックがいるというか、知ってないと分からないところにあります。はい。
で、アウトバウンドコンタクトなんですけども、まあ、これ自動に読み出しができるので、まあ、例えばですけども、クレジットカードが不正利用が例えば分かったときに、まあ、その内容をいち早くお客さんに通知するとか、まあ、料金の支払い期限が来ているのに対してこう最速の電話を自動でするとか、あとはシステムですね、まあ、例えば AWS で動いているシステムが障害を起こしたときに、クラウドウォッチと連携して、SNS 等から発行して、ラムダで発行して、その内容で、今障害が発生していますという内容を例えば通知するとか、あとは IoT ボタンを使ってボタンを押すと、誰かに、例えば深森さんに電話がかかってきて、そしてなんとかさんが電話がボタンを押されましたという形で電話を受けて、それに対してコールバックをするような、まあ、そういったいろんな使い方が、まあ、アイデア次第でできるんじゃないかなと考えています。はい、ここでですね、以上でですね、デモの方は終わりで、ここからですね、東京リージョンでの Amazon Connect というところで、まあ、新しい機能の方についてですね、ご紹介をしていきたいと思います。東京リージョン。はい。ですね、今週12月11日にですね、Amazon Connect 東京リージョンの提供が開始をいたしました。日本にあることですね、今までシドニーだと若干遅延があったネットワークがあるんですけども、まあ、そこがですね、より近くなって遅延が少なくなりました。また、以前提供できてなかったですね、まあ、番号が提供できるようになっています。今ですね、日本の番号として、直通ダイヤルの050、そして03番号。料金無料のトールフリーの番号として、0800と0120が使えるようになっています。ですね、この0120が皆さん、早くという形で使いたいという形でリクエストいただいた番号になります。はい、そして、東京リージョンなんですけども、それ以外に海外の番号も使えるようになってまして、オーストラリア、香港、イギリス、アメリカの番号も使うことが実はできます。はい、そしてですね、この03番号についてなんですが、取得に対してはですね、利用者を確認して特定をするためにですね、そのサポートのリクエスト経由で申請をしていただく必要があります。そこにですね、企業ですとか本人の確認の書類が必要になってきますので、それをご用意していただくことが必要になります。これですね、詳しくどういう書類が必要で、どういうオペレーションになるかについてですね、ドキュメントの方に書いてますので、こちらのリンクの方をですね、ご参照ください。はい。そして、肝心の料金ですね。シドニーの料金からどうなったかなんですが、サービス利用料金は変わらないです。ここはですね、1接続1分あたり 0.018US ドル、1接続1分なので10人のお客さんがつないできて1分の場合は10倍の 0.18US ドルということになります。はい、これが Amazon Connect の機能の利用料金になっています。そこにプラスして、テレフォニー料金、要は電話系の料金がプラスになっています。これですね、まずは電話番号、先ほど電話番号を紐付けてきましたけど、この電話番号を取得することに対して、1日あたり直通ダイヤルとトールフリーの番号で値段がついています。これ1日あたりです。そして実際に電話をつないで時間ですね、に対して1分あたりにそれぞれ値段がついています。電話がかかってきた場合ですね、Amazon Connect に。そして Amazon Connect から発信する場合の料金が、こちらの料金になっています。はい、これですね、シドニーリージョンから比べてお値段安くなっていて、大体 30% から 45% ぐらいの割引に実はなっています。はい、そしてこれ発信の方に関しては携帯向けも固定電話向けもこの料金同じになっています。はい、こういった感じですごいシンプルな料金テーブルになっていて、よくあるコンタクトセンターのソリューションですと、席単位ですとか、同時通話の数ですとか、まあ、そういった固定の費用が必要になってくる場合が多いんですけども、Amazon Connect は本当につながっている時間、お客さんに対してサポートを提供している時間に対しての課金になっていくので、本当にこう使ってなければほぼかからないと。この確保している電話料金の料金しかかからないというかサービスになっています。はい、そして、同じように無料枠もですね、設定されてますので、ここをうまく使ってですね、検証、テストをしていただければなと思っています。日本リージョンにですね、提供に合わせてですね、実はドキュメントも日本語化されました。今までずっとですね、英語しかなかった
なんですけども、日本語に翻訳されてますので、ぜひご覧いただければなと思ってます。先ほども言いますご紹介しましたけども、03番号の首都候補などもここの方に日本語で書いてあります。はい、そしてですね、よくある質問をご紹介したいんですけども、まず、今回の電話番号の件、東京リージョンでの制限事項の方をお伝えしたいなと思います。03以外の 0ABJ 番号、そして0570、ナビダイヤルの番号ですね。これは現状利用はできません。はい。そして、番号の持ち込み、ナンバーポータビリティですが、現在これは未対応になっています。これたくさんご要望をいただいているので、まあ、対応したいなと思っているんですけども、まあ、現時点では未対応になっています。はい、そしてですね、他社さんの、まあ、通信事業者さんのですね、着信課金電話番号サービス。長いんですけども、トールフリーダイヤルサービスですね。まあ、これフリーダイヤルとか、まあ、そういったサービスのことなんですけども、そういったサービスの着信先回線、これ裏番号って言ったりしますけども、として、Amazon Connect の番号が設定できない場合がございます。これ、お客さんの回線の契約ですとか、品目によってこれ、細かく分かれてくるので、詳しくはですね、キャリアさんの方に確認いただければと思います。で、これですね、もし、できませんという形になった場合でもですね、既存の0120の番号とかから、通信キャリアさんが提供しているですね、転送サービスを使って、Amazon Connect の DID 番号に転送、まあ、無条件転送という形だったり、単純転送という言い方もしますけども、というする形で Amazon Connect に転送ができます。この時に、転送の仕方の設定にもよるんですけども、お客さんがかけてきた発信者番号は残るので、そこは Amazon Connect は正しくですね、お客さんの番号を見ながら、処理をしていくってことはできるようになります。これただしなんですけども、これワークアラウンドだと、転送をかけちゃっているので、発信したときですね、Amazon Connect からアウトバウンドで発信したときに、その番号自体は、転送元の番号は通知できないので、Amazon Connect の番号がお客さんに通知されることになります。はい。そしてですね、Amazon Connect はソフトフォンですね、先ほど見ていただいたエージェントさんが触るソフトフォンの画面ですけども、これはインターネット経由で通信を行います。その通信プロトコルが何を使うのか、まあ、どこの IP に対して通信するのかという質問をよくいただくんですけども、まずプロトコルとして音声メディアストリーム用に WebRTC を使っています。そしてシグナリングですね。電話を受けるとか、電話を発信するときにやるシグナリングに WebSocket を使っています。なので、この組み合わせになっていて、この下にですね、表にある通りのプロトコル、そしてポート、そして IP を使います。はい。で、この IP レンジについてはですね、この IP レンジ JSON の方に最新情報が載ってますので、まあ、こちらを見ていただく形になります。そしてですね、この重要な情報なんですけども、この赤字のところですね、3番目にあるところのターンスタンというプロトコル、に対して、来年2月からですね、ポートが拡張されて、49,152 から65,535 までの UDP のポートを使うようになりますので、現在お使いの、Amazon Connectお使いのお客様はですね、ファイアウォルトの設定変更をそれまでにお願いいたします。はい。Amazon Connectの制限ですね。AWS をすでにお使いの方はもうご存知かと思うんですけども、各サービスごとにデフォルトの制限がかかっています。利用できる数ですとかの制限がかかっています。Amazon Connect と同じようにかかっていて、まあ、デフォルトで、インスタンスですとか、あと取得できる電話番号に制限があります。あとよく聞かれるのは、この1インスタンス、1コネクトのコールセンター単位で、同時で受けられる電話の量ですね、は100同時接続までにデフォルトはなっています。ですが、これすべてですね、ソフトリミットになってますので、サポートケースから上限緩和申請をすることで制限値をもっとより高く上げることができますので、ここはご安心ください。決してこう100までに制限されたサービスは決してないです。はい、で、これをですね、制限値を上げることに対しても、特に別の固定料金はいただいていないです。はい。あとですね、冗長化可用性の話です。Amazon Connect は、
他の AWS のですね、まあ、サービスと同じようにですね、アベラビリティゾーンを複数使って、そこに対して冗長化することで可用性を高める構成をじゃあ取っています。ですので、実際にインスタンスというのは冗長化をされています。また、Amazon Connect にも電話回線を提供するので、通信キャリアさんと相互接続しているわけですけれども、そこに対してもですね、冗長パスを利用して、通信キャリアさんとのパスを増やしていく形で、よりですね、そのキャパシティと、まあ、その可用性を高めるということを引き続きやってます。あと、Amazon Connect で機能がどんどん追加されていくんですけども、その追加によってですね、お客さんのインスタンス、PBX が止まるということはなくて、随時ですね、計画的に発生しないような形で追加されていきます。はい。はい、ちょうどお時間になってきたんですけども、まとめさせていただきます。はい。Amazon Connect はですね、100% クラウドベースのコンタクトセンターサービスで、本当にブラウザだけあれば、今日見ていただいたような形で、すぐにコンタクトセンターを開くことができます。初期費用もないですし、ライセンスもない、重量課金で、また API が提供されてますね。それを使って、さまざまなインテグレーションができます。またですね、大事なこととして、もう簡単に構築でして、今日から、すぐに、しかも東京リージョンで、サービスが利用できると。いうサービスになっているので、ぜひお試しください。はい。でですね、今日見てもらったデモの方も、このハンズオンコンテンツとして提供しています。この基本編がほぼ同じ内容になっていますので、これ見ていただくと1から手順が全て入っています。あと、セールスフォースとの連携の例、あと、英語になっちゃいますけども、レックスの連携するハンズオンも用意していますので、こちらぜひお試しください。あと、まあ、ちょっとアドバンスなものも用意をしています。はい、今日すいません、もう時間の方いっぱいいっぱいになっちゃったので、いただいた Q&A については後ほどですね、ブログの方で資料公開と合わせて後日掲載させていただきます。